コンプライアンス復従の心理は2012年のアメリカ合衆国のスリラー映画クレイグ・ゾベル監督脚本アンダウドドリーマーウォーカーパット・ヒーリー出演2004年に起こったストリップサーチいたずら電話詐欺をもとにした物語であるダウドは本作の演技によりナショナルボードオブデビュー賞助演女優賞を受賞したファストフード店でマネージャーをしている 中年女性サンドラは、ある日、警察官を自称するダニエルズからの電話を受ける。ダニエルズは、サンドラの店の従業員が金を盗んだと述べる。サンドラは、ダニエルズの証言からベッキーは容疑者であると考え、呼び出した。ベッキーは、盗んではいないと主張すると、ダニエルズは彼女を身体検査するように要求する。そして、サンドラは、マネージャーとして、 従業員を管理する責任があると思い、ダニエルズの言う通りに身体検査を実行していくのであった。2012年のドービルアメリカン映画祭でプロモーションをするアンダウゾとクレイグ・ゾベル。カッコ内は日本語吹き替え2012年1月にサンダンス映画祭でプレミア上映された。アメリカ合衆国では2012年8月17日に限定公開された。 ロッテントマトズでは127件のレビューで、支持率は89%となった。なお、配給元のマグノリアピクチャーズは、本作の再三割を理由に、アンダウドの賞レース参戦のための、全米俳優組合会員とアカデミー賞への投票権を持つ者への試写用 DVD の配布をしなかった。そのために、アンダウドは、 借金をして死者用 DVD 配布の費用1万3000ドルを調達した。ありがとうございます。